真っ白で寒そうな景色の中を人が走っています、はい、ねえ、ここがどこかと言いますと、ぐるっと地球が回りまして南半球南極なんです。ここで2年に一度マラソン大会が開かれています。6日間かけて250キロを走る極限のレースなんです、うん、今年で4回目を迎えるこの大会、世界各地のマラソンのエキスパートたちが集います。レースに挑んだ一人の日本人を取材しました。南極マラソンが行われたのは先月中旬。世界25カ国から集まった55人が参加しました。そのうち日本人は4人です。この時期南極は初夏、しかし天候は目まぐるしく変わり、気温は日中でも5度以下です。寒い時には氷点下10度になります。さらに風速20メートル近い強風も吹く過酷な環境で走らなければなりません。参加者の一人、赤坂健さん。楽しかった。普段は建造物メーカーに勤めるサラリーマンです。5年前からこのマラソンに参加することを目指してきました。こんなところで走れて本当に最高です。南極最高。10年前、友人の誘いでマラソンを始めた赤坂さん。より厳しいレースで自分の限界に挑戦したいと、100キロマラソンなどにも積極的に参加し完走してきました。2年前からはサハラ砂漠など海外の砂漠を1週間かけて走り続けるマラソンにも挑戦。3つの大会を走り抜き、今年念願の南極マラソンにエントリーしたのです。やったらどんなに辛いんだろう、どんなに苦しいんだろうっていうのも僕もありますけど、それよりもそこに挑戦したら何が待ってるんだろうとか、どんな経験ができるんだろう、どんな世界が見れるんだろう、あ、もうやめようかなって思うのはあると思うんですけど、やはりそれ以上の楽しさが走ってる中で僕の中に湧き出てくるの。赤坂さんは大会の2ヶ月前から本番と同じ10キロ近い荷物を背負ってほぼ毎日2時間近く練習してきました。さらに費用の捻出にも苦心してきました。南極マラソンにかかる費用はおよそ100万円です。費用を少しでも節約するため20社近くのスポーツ用品関連企業を訪問。およそ半分の企業から防寒着などの装備を無償で提供してもらいました。そして臨んだ南極マラソン。レースは赤坂さんの予想をはるかに超える厳しいものでした。強風と氷点下の気温の中、立ち止まると体が冷えるため、疲れていても走り続けなくてはいけません。さらにコースの路面は膝まで潜る深い雪やぬかるみなどさまざまに変化。路面の凹凸に足を取られます。足の豆は潰れ、思わず倒れ込むこともしばしばでした。寒い、実際に手の指先が冷たくて痛いとか、足先が冷たくて痛いとかありましたので、その時はですね、早く終わらないかなっていうふうに正直思いましたけど、しかしくじけそうになった時、赤坂さんは南極の大自然を身近に感じ、走り続ける気力を振り絞ることができたといいます。
360度雪の景色で、で風が吹いてて、まあ、頬に当たる風の温度の冷たさを感じたりとか、ペンギンの匂いを鼻に感じてですね、あ、意外とペンギンって臭かったりするんだなとかですね、そういったことを触れたことによって、やはり南極というものを五感を通じてこう感じることができました。走れるっていうのはすごく地球を楽しんでるんじゃないかなっていうふうに思うようになったんですね。赤坂さんは55人中41位。しかし悔しさはありませんでした。諦めないで走り続ければ必ずゴールにたどり着けるんだ。何もマラソンだけではなくて、仕事でもそうだし、プライベートでも遊びでも何でもそうだと思うんですね。諦めないで何かに向かってやり続ける。でそういうのをマラソンを通じてすごく意識できて学んでるので、なので走るということはすなわち人生そのものなんじゃないかなっていうふうに思います。せっかくここで、まあ、寒いとこ行ったんで、まあ、南極行ったら次北極のマラソンかな、なんていうの。南極ってちょっとまあ行ってみたいかなっていう気持ちはありますけども、そこで走るというのは考えられないですよね。しかも次は北極、はい、すごいですね。この大会は誰でも参加できるというわけではなくて、砂漠での長距離マラソンを2回以上完走しなければ出場資格が得られません。で年々知名度が上がって参加者も増えているこの南極マラソンなんですが、すでに2年後の大会にエントリーして準備を進めている日本人ランナーも7人いるということです。さあ、クリスマスまで1週間となりました。